く晴れた天気になりました。マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。広島東洋カープ対阪神タイガースの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。大勢のお客さんが詰めかけているわけですが、西さん、このファンの歓声というのはやはり試合中も聞こえるもんですか？聞こえてるんですけれども、特に気に留めていないということになりますかね。そうなんですね。それほど集中力高まっているということなんですね。まずはカープの先発森下がマツダスタジアムのマウンドに上がります。さあ、タイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないでは大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。初球ボール、さあ2球目は何か。高めの変化球は決まりません。ボール先行です。彼は絶対的な脚力を持っていますから、とにかく塁に出さないように気をつけたいですね。はい、そうですね。3球目打ちました。これはどうか。バッターは2番に入っている中野。まずはワンアウトを取っています。初球はボールになりました。次は甘くなるくらいならボール気味でいいですね。はい、打ちました。切れました、ファールボール。この球は外れています。ナイスボールですね。アウトコース際どいところ、変化球が決まっています。2ボール2ストライクです。引っ張った、高いバウンド、ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには3番森下。2アウトランナーありません。まず打ちをついてきました。ボールになります。ボール先行です。さあ3球目は何か。変化球タイミング合いません。ボールになります。内へ低めの変化球、スリーボールツーストライク。さあ6球目は何か。
打ちました。取った。一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。1回の裏カープの攻撃です。カープはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますタイガースはご覧のような守備陣です。タイガースマウンドに上がるのは先発の大竹。これから注目の立ち上がりになります。打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。高めのボール、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。ボールカウントはワンストライクです。打ちました。ファールゾーン切れそうです。ここもファールです。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。大山が抑えています。ワンアウト。バッターは2番に入っている野間。大竹まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上大竹、そしてキャッチャーは坂本。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。日産この辺りいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。次が2球目。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。よく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。インコース詰まりました。クリーンナップが登場します。バッター小園、2アウトになっています。初球わずかに外れてボール。ファウルになります。外に決まりました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回カープ三者凡退です。2回に入ります。タイガースの攻撃、バッターは4番大山。カープ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。初球ボール。2球目は何で来るか。外れました。ボール先行です。いいコースだったんですけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ストライクが入りません。いいストレートですね。はい、高めストレート空振りでストライク。スリーボールワンストライクです。次が5球目。変化球タイミング合いません。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。
変化球空振り、ワンアウトです。5番バッター佐藤、森下、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。空振りです。スピードボールを持っています。スライダー外れます。次が3球目、打ちました。取った、一塁へ。ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスには野口、そして一塁ランナーは佐藤。まあここはランナー走ってくるかもしれませんよ。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。走ってきませんね。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ランナースタート切ってきません。打ちました、切りました。ファールボールです。アウトロー外れます。ここはエンドランナー見逃し三振、ツーアウトになりました。バッターは7番に入っている坂本。ツーアウトランナー一塁です。一塁牽制セーフ。さあまず1球目、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。これでワンヒットで先制されてしまいますね。そうですね。さあここをしのいでいけるか。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。ボール、高めの変化球は見送ります。インコース見送っています。これでフルカウント。打ちました、ショート取った。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0、同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあカープ、この回は4番から始まります。バッターは堂林。カープ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。変化球タイミング合いません。インサイド落ちました、強い打球。さあ4球目は何か。これもファウル、ワンボールツーストライクです。
アウトコース外れます。外れてボール、スリーボールツーストライクです。打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは5番秋山。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。3球目は何で来るか。変化球外れました。次が4球目。アウトコース外れました。ランナースタート。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。いや、そうですね、これはねチャンスですよ。はい、そうですよね。これが1球目。初球は外。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。バントしました。ピッチャーが取る。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。初球はストレート決まっています。これが2球目。誘ってきましたね。はい、高めストレート外れてボール。振り遅れてますね。そうですね。まあ、ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。引っ張った。大山一塁そのまま入ってアウト。ここはつなげておきたかったんですけどね。まあ、まだチャンスは続いていますんで、しっかり点に結びつけていきたいですね。そうですよね。さあこのチャンスでバッターボックスには8番の末金が入っています。これが初球。やはり安易にストライクから入れませんよね。ランナーがいますからね。なるほど、そうですね。低め外れています。これはいいボール。外の難しい球を見極めました。これで3ボール。
さあ打席には先発の森下が入っています。まあ自ら打って自分を鼓舞していきたいですね。そうですね。さあ一打先制という場面を迎えています。いいコースですが外れています。あっと真ん中決まった。外角低めのストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。4球目は何で来るか。チェンジアップを見極めます。インサイド打った、ファーストの右。この打球は右に切れてファウル。これが7球目。ファウルです。見逃しましたが三振。タイムリーなりませんでした。攻め切ることができませんでした。小宮山さん、まずまずの立ち上がりと見ていいですかね。まあ、そうですね、まあ、持ち味を発揮してという感じですかね。そうですね、両投手の特徴が出てますよね。さあ初球は何か。インサイド見送っています。変化球インコース、ストライクです。これが3球目。キレがありますね。ワンボールツーストライクです。外外れてボール。三振を取りました。まず一つアウトを取りました。ピッチャーに打順が回って先発の大竹がバッターボックスです。まあ、打たれてはいけない相手ですからね、しっかり抑えたいですね。そうですね。小さく変化させました。得意のボールでストライクを取りました。膝元をつきましたが外れました。さあ3球目は何か。内へ低めに変化しました。これが4球目。ボールになります。5球目は何で来るか。際どいが、あっとファーボールです。ワンアウトから先制のランナーを出していきます。小宮山さん、どうでしょうかね。ちょっとコントロールに気をつけたいですよね。はい。
まずはアウトコース。ちょっと高いですね。できれば低めでゴロを打たせたいですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。ここは安易にストライクを取りに行くとやられますね。なるほど。さあどう来るか。ここは念のため変化球でストライクを取るのがいいですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。これが5球目。インコースまっすぐ。変化球で空振りを取ります。ツーアウトになっています。緩いボール決まっています。よくコントロールされています。さあ2球目は何か。インコース打ちました。いい当たり、切れました。ファールボール。次が3球目。際どいコースには投げ込んでいます。ボールになります。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。0対0同点です。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですがいかがですか。そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあどちらがその主導権握るんでしょうか。外を狙っていきました。インサイド落ちました。ファウルになります。低めボール。これは低いところに持ってきました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。変化球空振り、ワンアウトです。2番バッター野間、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席はアウトにはなりましたけどいい当たりでしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。そうですね。大竹、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インサイド左中間に上がった。しかしこれは追いつくか。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターボックス小園、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ツーアウトになっています。次が2球目。外低めのボール、あっという間にツーストライクです。
3球目は何で来るか。インロー見送っています。さあ4球目は何か。打ちました。セカンドが取る。アウト。スタンドのファンも沸いています。この回カープ3人で攻撃を終えています。3回終了0-0、同点です。4回に入っていきます。タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。森下バッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。カープ得点に動きはありません。0-0で4回を迎えています。低め見送っています。ボール先行です。これが3球目。打ちました。切れていきます。ファウル。低め外れました。低め見送りました。ストライクです。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。次が6球目。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには4番大山。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。森下まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ストレート外れました。さてバッターボックスの大山、どういったタイプのバッターでしょうか。まあアウトコースを逆方向へ放り込むことができるバッターですね。そうですか。外の低めです。2ボール2ストライクと追い込んでいます。インコースボール、フルカウントです。打ちました。小園アウト、ツーアウト。バッターボックスは5番佐藤。まあ、ここはさっき打たれたチェンジアップの使い方には注意したいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。インサイド落ちました。入れました。ファールボールです。内へ低めに変化しました。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。次が4球目。変化球で空振りを取ります。スリーアウト、チェンジ。この回タイガース三者凡退です。0-0、両チームまだ無得点です。
4番バッター堂林。前の打席はツーシームをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。2球目は何で来るか。低めはボール、ボール先行です。真ん中です。変化球を振らせました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました。ここはフライになっています。木浪抑えてワンアウト。バッターボックス秋山、前の打席ではフォアボールを選んでいます。まずはワンアウトを取っています。緩いボール決まりました。これが2球目。低めに外れてボール。さあ3球目は何か。高め打ちました。切れました。ファールボール。ワンボールツーストライクです。ボールになります。アウトロー外れます。スリーボールツーストライク。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。バッターボックスは6番菊池。ツーアウトになっています。打ちました。大山一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回カープ3人で攻撃を終えています。4回終わって0対0、両チームまだ無得点です。小宮山さん、ここまでお互い譲らず投手戦となってますね。そうですね、個人的にはこういう試合が大好きなんですけど、見てる人はちょっと退屈かもしれないですね。突破口を見出すことができるんでしょうか。真ん中、できませんか。高めの釣り玉でしたが振りません。外れています。見送っています。空振りになります。スリーボールツーストライクです。変化球空振り。まず一つアウトを取りました。打席には7番バッター坂本。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、ショートゴロに倒れています。森下、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはカープが森下、そしてタイガースが大竹、この2人の投げ合いとなっています。
ちょっとタイミングが合っていません。ノーボール2ストライクです。外への変化球は決まりません。インサイド落ちました。このフライは切れそうだ。切りました。ファールボールです。変化球で空振りを取ります。打順は8番木浪。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。さあ2球目は何か。外れてますか。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。次が3球目。打ちました。レフトへ打球伸びる。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。この回タイガース三者凡退です。0対0、両チームまだ無得点です。西さん、バッターも2巡目に入ってきているわけですが、まだあまりタイミングが合っていないように見えます。いかがですか。まあ今日のねこの打ちました。セカンドゴロ、アウト。ワンアウト。バッターボックスは8番末金。前の打席ではフォアボールを選んでいます。大竹、まずは先頭バッターを打ち取っています。ボールになります。打ちました。取った。ツーアウトになりました。次はピッチャーの打順ですが、先発の森下が打席に入ります。まあここは自分のバットで何とかしたいという気持ちもあるでしょうね。そうです。ライト方向を流しました。ライトへ打球伸びる。ここは打ち上げています。この回カープ3人で攻撃を終えています。5回終わって0対0、両チームまだ無得点です。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。先発の大竹がバッターボックスに入ります。いや前の打席は歩かせてしまってますから、まあ今度は抑えてくれるでしょう。そうですね。インサイド落ちました。この打球はファールグラウンドへ。ファウルになります。ボールになります。ボールですか。はい、ストレートわずかに外れてボール。ボールになります。さあ5球目は何か。またファウル。ここもファウルです。3ボール2ストライク、フルカウントです。
きなりトップバッターを歩かせました。ノーアウトから先制のランナーを出していきます。小宮山さん、やはり警戒心が強かったということでしょうかね。もったいないですね。はい、アウトコース打ちました。ショート取った。セカンドフォースアウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。さあ一塁には先制のランナー、バッターは中野、そして塁上には近本、まあ、ファーストランナースタート、セーフ、盗塁成功。次が2球目、低め打った、ショートよく取った、一塁送球アウト。いやー、ナイスプレーが飛び出しています。素晴らしいプレーが飛び出しました。さあそしてバッターボックスには森下入ります。さあ2アウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。最初は変化球できました。ボールになります。変化球打った、セカンドが抑えた、一塁アウトでスリーアウト。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、カープ打順よく1番から始まります。バッターは先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。カープ得点に動きはありません。0対0で迎える6回の攻撃です。さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。西さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなものなんでしょうか。まあ、とにかく難しく考えないことですね。とにかく積極的にしっかりとボールを絞っていきたいですよね。そんなバッティングができるんでしょうか。4球目は何で来るか。切れてますね。確かにキレがいいように感じますね。2ボール2ストライクです。打った、これはどうだ、一二塁間を破る、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを置いています。バッターボックスには野間、まあここは送った方がいいと思いますけどね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。ここは送ってくるんでしょうか。送りバントだと思いますね。ああそうですか。送ります。大竹、二塁アウト、送りバント失敗。さあ一塁には先制のランナー、バッターは小園、そして一塁ランナーは野間。まあここは走らせても面白いと思いますよ。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。ここは併殺だけは避けたい。打ちました。木浪アウト、ここは送球が間に合い二塁フォースアウト。初球は何で来るか。ランナー動きませんね。まあ送球がうまいキャッチャーですからランナーは走りにくいでしょうね。なるほど、そうですね。
3球目は何で来るか。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。いや、まだ分かりませんね、ただここは左ピッチャーなんで慎重になってくるかもしれませんね。ああ、なるほど。打ちました。ボテボテ。ファーストが前に出る。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。6回終了0対0、両チームまだ無得点です。小宮山さん、ここまで見応えのある素晴らしい投手戦となってますね。そうですね、もう本当に持ち味を存分に発揮して非常にいい締まったゲームですよね。本当にそうですよね。この後どこで試合が動くんでしょうか。緩いボール決まりました。ボールですか。外の変化球わずかに外れました。アウトロー見送ってボール。打ちました。取った。一塁送球アウト。ワンアウトです。バッターは5番佐藤。今日は盗塁が1つあります。まずはワンアウトを取っています。切れていきます。ファウル。インサイド落ちました。強い打球。これもファウル。内へ低めに変化しました。ボールになります。さあ勝負ですね。ゾーンギリギリにいいボールを投げ込みたいですね。なるほど、そうですか。ボールになります。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。インサイド落ちました。破りました。センター前。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。初球ボール。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。まあ、このカウントですからエンドランもあるかもしれませんね。なるほど。さあどう来るか。次は今のストレートと同じところにカットボールというのもありですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。一塁牽制。タッチもセーフ。次が5球目。あっと外れた。フォアボールを与えます。そうですね、ランナーのプレッシャーがあると投げにくいですからね。結果外れてフォアボール。歩かせてしまいました。初球空振り。できればゴロを打たせたいんで低めを攻めたいですね。なるほど、そうですか。
ボールですか。はい、低めわずかに外れてボール。155キロ。送ってきた。あっとフライになった。決めることはできませんでした。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。まず何を投げてくるか。内のボール打っていった。この打球はフライになっています。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0。両チームまだ無得点です。さあ、そしてここからはラッキーセブン、カープの攻撃に入ります。初球ストレート見送っています。ボール。まあ、ここは狙っているボール以外は手を出さないでしょうね。なるほど、そうですか。ファウルになります。痛烈、またファウル。ツーボールツーストライクです。打ちました。伸びていく。どうだ。入れば先制。入った。ホームラン。ようやく均衡が破れました。この終盤、試合の均衡を破る大きな一発となりました。カープ1点を先制しました。1対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。これが決勝点になるか。バッターボックス菊池、カープホームランで先制しています。西さん、先制点が入りましたね。まあ、こういう状況でいい結果になりましたよね。そうですね。この勢いをこのまま続けることができるか。高め、空振りです。3球目外れました。ストライクになります。2ボール2ストライクです。5球目は何で来るか。この球は外れています。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。打順は7番坂倉。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトになっています。初球空振りです。2球目は何で来るか。膝元をつきましたが外れました。打ちました。入れました。ファールボール。またボールを追いかけないでください。変化球入りません。ここもファールです。空振り三振。ツーアウトになりました。さあ、球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、100球超えてますからね、疲れが出始めてると思いますよ。ああ、なるほど。ベンチもどう動いてくるかですよね。インサイド外れます。タイミングややずれています。
めの際どいところですが外れています。これが4球目。横への変化球が決まります。2ボール2ストライクと追い込んでいます。変化球空振り、3アウトチェンジ。しかしこの回カープ先手を取るソロホームランが出ました。7回終わって1対0カープ先制です。これから8回、この回ピッチャーからの打順でしたが、ここでタイガース代打を送ります。バッターボックスには代打の糸原。サニさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。なんとかね、同点に持ち込みたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。アウトコース打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウト。打順はトップに返って近本、今日は盗塁を一つ成功させています。森下、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド変化球決まっています。改めてお聞きします、バッターの近本、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、驚異的な走力で平凡なゴロも内野安打にしてしまうようなバッターですね。ああ、そうですか。低め見送っています。ここは厳しいところに決められないと危ないですね。はい、打ちました。さあどうだ、ライト線を深々と破るヒットになりました。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。近本、今日の初ヒットがここで出ました。さあ、そして打席には中野が入っています。さあ、得点圏には同点のランナー。まあ、ここは重要な局面ですからね、キャッチャーのリードにも注目したいですね。なるほど、そうですね。小宮山さん、ここはスクイーズは考えられるでしょうか？まあ、普通に考えると犠牲フライじゃないでしょうか。綺麗にセンター前に抜けていった。サードランナーホームイン、タイガース同点、1対1、振り出しに戻ります。さあ、この終盤で勝ち越しのランナーを一塁に背負います。バッターボックスには森下。走ってきた、キャッチャー二塁送球する。いや、痛いですよ、勝ち越しのランナーですからね。いや、レフト線、大きな打球だ、切れました、ファウル。フェアならば勝ち越しかというところでした。左方向、これは大きな打球、切れました、ファウル。フェアならば勝ち越しかというところでした。一塁アウト。どこか痛めたか、痛そうにしています。ちょっと心配な状態です。どうやら大丈夫のようです。プレーが、さあ、そしてバッターボックスには大山が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。この回で勝ち越されると厳しくなってきますから、なんとか引き続きしのぎたいですね。なるほど、そうですよね。さあ、勝負してくるのか。いい当たり、これは大きいぞ、落ちた、ヒットになる。中継にボールが送られる。バッターランナーは二塁到達、タイガース。カープ、ここでピッチャーが変わります。打席には5番バッター佐藤。カープ、この回2点を失っています。さあ、試合をひっくり返され、なおも得点圏にランナーを背負います。さあ、ここはしっかり抑えておきたいところ。変化球を狙ってたんでしょうかね。チェンジアップには反応しません、ボールです。振ってきませんか。振ってきません、外れています。変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、レフト前ヒット、これで3。
さあそして打席には野口入っています。さあピンチは続いています。この流れで追加点を許してしまうと厳しくなってきますから、ここは一度引き締めてほしいですね。これはどうか、これはスタンド、ファウルボール。ランナーここはスタート切りません。見送ってボール、154キロです。ここは外します。これでフルカウント。次が空振り、ここはランナーを変えさせません。8回の裏カープの攻撃です。8回の裏ここでカープ代打を送ります。バッターボックスには代打の相澤。カープ1点ビハインドで迎える8回の攻撃です。西さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、まだ逆転のチャンスはありますからね。とにかく先頭バッターを出したいですよ。さあまずは先頭バッターを出していきたい。この高めは外れます。引っ張った、高い打球レフトへ、ここはフライになっています。レフトが取りました。打順は1番に帰ります。バッター、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトランナーなし。よく見ましたね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。アウトコースのチェンジアップ、アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。大山が掴んで2アウト。バッターボックスには代打の松山。2アウトになっています。打ちました、ショートが取る。一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。これから9回タイガースの攻撃です。小宮山さん、ズバリ流れを引き寄せるピッチングとは一体どんなものなんでしょうか。これはね、本当にバッター牛耳るというのが一番手っ取り早いので、三振を取ることですかね。2球目打ちました、アウト、ワンアウトです。8番バッター木浪、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナーありません。アウト、ツーアウト。バッターボックスには代打のシェルドン。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。これが3球目、低めボール、見逃し三振、3アウトチェンジ。カープ最後の攻撃になります。そしてタイガースがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあこのピッチャーを打ち崩せるか。西さん、こういった展開ですと先頭バッタープレッシャーがかかるんじゃないですか。そうなんですけどもね、そうは言ってられないですから、とにかく塁に出なきゃいけないですよね。そうですよね、出塁なるか。この回です、高めのボール、これはスタンドへ入りそうです。ここは見送るかどうかの判断が重要ですね。なるほど、インサイド、センターへ打球伸びる、ここは打ち上げています。バッターボックスは4番堂林、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。さあ守護神ケラー、カーブ打線の前に立ちはだかります。簡単には攻略できないでしょうね。そうですね、それでも何とかして得点までこぎつけたい。打ちました、これはセカンドライナー。打順は5番秋山、先ほどの打席でソロホームランを放っています。2アウトになっています。まだ1点差、野球は何があるか分かりません。そうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあ何とかしたい。ボールになります、この低いボールは外れます。フルカウントです。インサイド落ちました、これはどうだ、一塁へ送ります。これで3アウト、試合終了になりました。カープ痛い敗戦となってしまいました。